あ、こりゃ、どうなるかな。この戦いは結構。三越対決だね。対決。普段からやったりするんですかね。まあ、ランクマでも普通でも、お互い嫌なまた顔してる。そう、嫌な顔してる。あ、1P が金魚さん、2P が金魚さん。あ、しっかりかくん。そっからの、お、あの中段傘でね、ランクマでもやられるようになったんでね。で、金魚さんのせいで、だいたいちょっと、金の底上げされてるんですよ。タチウアシ傘ね。やっぱ一文字と強パンチが、やっぱり邪魔そうですね。としては起きが強い。そこら辺の確認もしっかりしてるからの小足を置いて潰してラッシュ行くぞと言わんばかり。こうなると波動拳も行ってくるが、おお、下チューピーで潰してラッシュ止めるから、あー、強ピー重ね、後ろ、あ、後半に当たりすぎたか。ここでライトニングビースター発動で、あー、追い返す、つれー、これはつれー、終わった、臭いが、だからライトニングビースを信じろ。あー、来たー、まっちゃん来たー、削りで隠るところだったんでね、うん、それ込みで打ったんでしょうけど、はい、あー、今日キックの大きめね、距離が間に合わなかった。ここでしっかり、まず1本取られてる状態なんでね、3ゲージ。おはっです。ここから起きるね、交番重ねし、投げ。だから、この剣の運びのって、やっぱり頭おかしいですね。ああ、そう、ブランカーの V リバ、マイクからちょっと性能、ちょっと強いですよね。緊張さん自分でも話しないねって言ってた。そんなことはない。当たってる。あれはたま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 。ああ、下キオピー持続で当たる。結構持続あるんですね。え、ローリング警戒さすといて。ああ、対空失敗。ちょっとめくり気味だった。うん。高かった。ゲージ浴用は1本、2本。あれ止まっちゃった。あー、すいません、大丈夫そうです。まあ、ここら辺でコパン振って意思疎通を取る。あー、波動を踏んでしまった。あー、やっちまった。マイクルの前提で打ちましたね。あれ、おそらくやってねえと言っているでしょう。うんうん、中段に6重ね。おお、そこでしっかり暴れる。ここでライトニングビースト、おお、サプライズフォワードも許してくれない。おお、結構無理やり強引に近づいたんですけど、やっぱりそこら辺緊張選手冷静に交換で止めてましたね。さて、こっから交換が入って、アーチカローニングで返して、ああ、これ技のモーション的にちょっとつらかった。下中足が勝ってしまった。中段さあ、この状況で、え、下強パンを振ってるのは多分リーチ的にもうそれしかないんでしょうね。このゲージ状況なんとかして画面端オーラインを押したいが、お互い結構じりじり、かなりかーじく、そこでダイヤシー差し返し、まあ、ブランカがやっぱり下中パン差したいところだから入った。おお、持続ミスりましたね。さあ、無理やり下中足からのラッシュから警戒してめくりのしっかりでしょ、はい、くあ、前飛び入った、入れ替え OK。 さあ、ここからはブランカちゃん人間の置き攻め、あー、ここで上入りっぱしたか、暴れたか。おお、あの距離だとは、あ、ウィーバーしても当たらなかったですね。大抵当たるんですけど、あの状況だと。ここで1文字が入って、下中足が入る。
ここでダメージ取れるときは取っていく。まあこれで半分ですけど。あー、インパクトでかいですね、やっぱり。おお、ここで、おお、バチか。B1 が長い、マイキョー B で牽制はしたが、ワイルドハット。ちゃんと落とすね。もう強引に行くしかねえっていうのがちらほら見え隠れしますね。崩れねえよこいつと。硬い、緊張さん硬いっす、これ。すごい。立ち違い、中継、う、そこで張り取って、画面当てから絶対逃がさねえ。インパクト、インパクトで、こっからの投げからプレッシャーをかけたけど、そこなんとか育勝利で、逃げた。あー、しっかりカクアン取ってる。そこでジャスパ取って、なるべくなら芸術買いたくない。お、空中ぐらいでラッキーですね。またジャスパ取ってしゃがみぐらいなんで、はい、画面すっげえな、めっちゃ移動する。6割ぐらい移動しましたね。ローリング、なんとかして、ブランカ側もなんか下中足だか強パンだかを食らせたいんですけど、お、しっかりそこ差し返す。やっぱりブランカの下中パン判定強えな。あれでも返せるかな。結構長いですよね。うん、それが一番長い。下中パンからのしっかりかかんコンボ、ちょっと微妙な、あの後ろ投げだと微妙だったんで、あの無理やりサプライズフォアで入れ替えましたね。やっちまった、これはやべえぞ。これはやべえぞ。あー、ミスター。だけど一応文字のあとさぬきミスってる。緊張さんもミスってる。お互い助かりました。お互いね。そこでジャスパトル、まあ、1ラウンド取ってるから計算的にも、あですね、入ってそのまま仕切る。開幕はお互い様子見、中段しっかり潰す。 OP どんどん進んでいく中段、これは確信ですね。これ一確認さすがに無理だと思う。中段から半分持っていく。さあ、オーバーヒートだ、だけど、はい、しっかりめくり戻す。こっから多分、粉塵だけで削り切れるとは思うんですけど、あ、え、ヒット確認できんのあれ。おぉ。ヒット確認できんのマジで。人間やめてるよ、それ。ロボットだろ。ロボット。彼、ヒット確認するんです。